最近、ヨーロッパで日本人が特別扱いを受けているというニュースが聞こえてきます。日本人に何か問題が起きた場合、警察、メディア、さらには政府までが介入するそうです。しかし、遠く地球の反対側、イギリス・ロンドンで日本人が見かけられた場合、車に乗っていても警察によって停止させられ、不審検問が行われているといいます。日に日に、日本の人気は止まることを知らず、急上昇しています。国際映画祭では日々、日本の監督と映画が注目され、世界中のカラオケでは日本の歌が流れており、世界最大のオッドプラットフォームでは日本のドラマが世界1位を記録し、ヒットを続けています。日本文化はマイナー文化という既存の概念を超えて、今やヨーロッパ、さらにはアフリカにまでその影響が及んでいます。これは最近、日本の文化産業、コンテンツ産業が急成長していることにより、日本に対する関心や地位が大いに高まっているおかげです。しかし、日本の地位を高めた真の理由は別にあり、それは世界各地で活動している日本人の態度でした。近隣の他の国の人々とは違い、きちんとしてマナーのある態度を持つ日本人は、日本のイメージを向上させるだけでなく、海外では特に日本人を見かけると喜んで話しかけてくるといいます。高い国民性と優れた英語のスキルにより、海外では日本人旅行者が訪れると歓迎ムードが漂っています。さらに、一部の国では、日本人が現れると写真を撮ってもらいたいと列を作ることもあるそうです。多くの旅行者が直接経験し、その後感想を共有しています。また、最近テュルキエで一人の日本人観光客が現地の人から、一緒に写真を撮って、と頼まれた後、何らかのトラブルに巻き込まれたとされています。そして、その彼が困った状況に陥ると、テュルキエ政府までが全力で対応したそうです。一体何が起こったのでしょうか。この事件は、一人の日本人観光客がテュルキエの夜道を歩いている際に発生しました。彼が約束の時間に遅れそうで急いでいる最中、突然外国人の男性グループが近づいてきて、どこから来たの、と聞き、一人ずつリレーで写真を撮るように要求したそうです。ここまで見ると、先に述べたように海外で大人気の日本人の様子と大差ないように思います。しかし、写真をすべて撮り終えて席を立とうとしたその時、外国人たちは突然お金を支払うよう要求しました。彼らは初めて近づき、親しみを持って写真を撮り、突如としてお金を要求するという奇妙な状況が生じました。一見して、東洋人を軽く見て詐欺を働こうとしているようでした。危うく身体的なトラブルにも発展しかねない危険な状況でしたが、幸いにも彼は断固として外国人たちの要求を拒否し、場を避けました。この驚くべき事件は、実際に海外で東洋人に頻繁に起こることで、多くの海外旅行者が経験することだといいます。言葉も通じない外国で、誰の保護も受けられない観光客に対する悪質な犯罪行為でした。言葉も通じない見知らぬ場所でこのような状況に置かれたら、本当に困るでしょう。しかし、その詐欺師たちは自分たちが何をしているのか、そして自分たちに何が起こるのか全く知らなかったのです。その映像を見たテュルキエ側は、この外国人たちの犯罪行為に対して責任を問うために直接介入しました。テュルキエ観光警察庁は SNS を通じて該当の日本人観光客に連絡を取り、テュルキエのニュースやツイッター、その他の SNS にもその映像が拡散されました。結局、該当する外国人は捜索後、テュルキエから即時に追放される結果となりました。東洋人の旅行客に詐欺を働こうとして、追放までされた詐欺師たち。この記事を読んだテュルキエの人々は、ごめんなさい。私たちが日本人を好きな気持ちを利用して悪事を働く人たちがいます、と、謝罪のコメントが多く寄せられました。ただし、私たちと良い関係を維持しているテュルキエでなくとも、多くの国々が特に日本人に対して特別な待遇をしていると言われています。例として、あるヨーロッパのレストランのオーナーは、中国人や韓国人は、食事を注文する際も、現地の人々が全く知らない中国語や韓国語に固執する。しかし日本人は違う、Excuse me と基本的に英語で話し、手には翻訳アプリが起動したスマホを持ち、現地の言語でコミュニケーションを取る努力をしてくれると述べ、閉鎖的な中国人、韓国人とは異なり、現地文化を尊重する日本人を称賛していました。私たちの国でも、外国人が突然英語で話しかけるよりも、たとえ日本語が不得意でも最初に日本語で話しかけてくれた場合、どうしてもその人を助けたくなる気持ちが湧いてくるものです。日本人は昔から、旅行に行く際には最低限のこのような礼儀を守っていました。
また、私たちは古くから自分が泊まった場所はきれいにしてから出るべきだと教育を受けてきました。そのため、海外では日本人は礼儀正しく、民度も高い信頼の象徴という認識が生まれています。おかげで、日本人であればどの国に行っても歓迎されるわけです。だから先にキュルキエで起こった出来事も、メディアから警察まで一丸となって日本人を助けたのです。しかし、このように日本人を歓迎する雰囲気とは裏腹に、最近一部のヨーロッパの国々で日本人だけを特別に厳しく検査するというニュースが伝わっています。これらの国々は、入国する日本人を引き止めて簡単なテストを行うそうです。千円札の人物は、日本の大学入試の名前は、地下鉄で使用する決済カードの名前は、など、日本人であれば1秒で答えられるような簡単な選択肢の問題でした。この程度はイベントとして許容できるかもしれませんが、そもそもなぜこのようなテストを行うのか疑問です。このテストを実施している国は、フィンランドやエストニアなどの北欧の国々でした。これらの政府が日本人にだけこのようなテストを行わせる理由には、一応の理由がありました。それは、中国と東南アジアの国々が原因でした。日本は世界で最も強力なパスポートを持っています。一方で、中国や東南アジアの国々のパスポートパワーは、ひどい状態にあります。さらに、これらの人々が海外に入国するも、現地の人々に良い印象を与えられず、歓迎されていないという悪循環が続いていました。このような状況で、日本人が海外で受ける待遇は、彼らにとっては羨望の対象でした。彼らが近場の海外旅行でも計画する場合、ビザ審査や面接など、いろいろな煩わしい手続きをすべてクリアしなければならなかったのに対し、日本人は気軽にビザなしで旅行ができるため、彼らは心の中で非常に嫉妬していました。さらに、旅行先で現地の人々が特に日本人だけに良い扱いをしているため、彼らからすれば、抑えきれないほどの嫉妬が心の中で生まれてしまいます。このような嫉妬心が心の中だけで収まっていたらよかったのですが、当然そうはいきませんでした。結局、彼らは日本のパスポートを偽造して持つことに決めました。私たちが西洋人を見た目だけで識別するのが難しいのと同様に、ヨーロッパの人々もアジア人を見た目だけで識別するのが難しかったため、彼らは簡単にヨーロッパに入国できると考えました。しかし、ヨーロッパの国々はそんな簡単な相手ではありませんでした。日本のパスポートを偽造して出入国する中国人が増えたため、それを捕まえるために様々な方法が取られました。北欧では先ほど示したような簡単なテストで検問所で中国人を取り締まり、またイギリスやフランスのような国では、警察が観光地を巡り、私は日本人です、という観光客に対して直接パスポートをチェックするまでしたといいます。さらに、イギリスロンドンの警察は車に乗っている日本人まで一時停止させて検査したとも言います。これは SNS 上でその体験談が毎日アップされるほど頻繁だと言われています。ロンドンの警察は検問が終わった後、ヨーロッパで日本人が受ける待遇があまりにも良いため、これを悪用しようとする人々が増え、やむを得ずこのような手続きを取らざるを得なかった。ご不便をおかけして本当に申し訳ない、と、丁寧に謝罪したと言います。当時のイギリスでは、偽造パスポートで入国した中国人がロンドンのアート通りで作品に共産党のプロパガンダを書き込むなど、社会的に大問題となっていた状況だったため、イギリス警察の検問活動がますます頻繁に行われるしかなかったのです。このような努力のおかげで、現在ではヨーロッパ内での日本のパスポート偽造が大幅に減少したと言われています。近年、日本の国際的な地位が急速に高まっています。音楽、映画、ドラマに続き、伝統文化まで、アジア、ヨーロッパ、北米を問わず、日本人であればその待遇が特別でした。世界で好成績を上げているスポーツも、日本の国際的な地位に一躍買っています。このような待遇は直ちに国際社会に反映され、昨年、国際航空運送協会のデータに基づき、イギリスのコンサルティング会社ヘンリー&パートナーズが調査したヘンリーパスポートインデックスでは、日本人がビザなしで行ける国が192カ国であり、日本のパスポートパワーが5年連続で世界1位を獲得しました。日本人としては非常に誇らしい結果です。しかし、多くの日本人が築き上げた世界的な名声に便乗しようとする人々のせいで、無実の我々の国民だけが不便を受ける羽目になっていたのです。嫉妬で目がくらんで他人に迷惑をかけるような人たちに誰が配慮するのか疑問です。本日の動画はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございます。